エディ・ハーメルはアメリカ合衆国、ニューヨーク出身の元サッカー選手。ポジションは FW。1943年、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所にてナチスによって殺された。ユダヤ人でオランダからの移民である両親のもと、ニューヨーク州ニューヨーク市で出生。10代の頃にオランダのアムステルダムに引っ越す。1928年にヨハンナ・ウィンバーグと結婚し、 1938年に双子の男のコポールとロバートが生まれた。1922年から1930年までアヤックス・アムステルダムに在籍していた。アヤックスでは主に右 WG の位置でレギュラーポジションを獲得し、在籍8年でリーグ戦125試合8得点を記録した。当時、アヤックスサポーターからは、陽電というニックネームで呼ばれていた。また、 1920年代に別れ専用のファンクラブができるほどサポーター間では人気があった。1940年5月にナチスドイツがオランダに侵攻すると地元のファシストグループはユダヤ人を探し出し差し出す活動を始めた。1942年、ハーメルはナチスによりユダヤ人ということで逮捕されアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所送りにされた。 そして強制収容所で4ヶ月強制労働させられた。ナチスの検査で校内農用のハレが発見されたため、1943年4月30日、ガス室に連行され殺害された。去年40歳。ハーメルはアヤックスでプレーした選手では唯一となる第二次世界大戦の犠牲者である。ありがとうございます。